西アンコウはアンコウ科に属する魚類の一種。英語ではアングラーフィッシング、フロックフロック、フィッシュシーデビルなどと呼ばれる。東、大西洋の深度20の1000メートルに生息し、バレンツ、海南西部からジブラルタル海峡、モーリタニアまで、地中海、黒海、アイスランドでも確認されている。北方の個体ほど大型になり、浅い場所に進出する傾向がある。 最大体長2メートル57.7キログラムに達するが通常は1メートル程度。背びれは8トゲ11から12何畳、尻びれは9から10何情。形態は他のキアン皇族とほぼ同じである。頭部は大きくて平たい。口は幅広く内側を向いた細かい歯が並ぶ。胸びれ、腹筋には柄があり、海藻などに隠れて海底を歩くことができる。 背面は海藻に似た小さな秘弁で覆われ、体色は海底の色に似る。かのキアン皇族のようにサデー底底に潜み、頭部の疑似餌を用いた釣りを行う。生魚の獲物は、北方ではノルーエーコダラ、南方ではプタスダラであるが、アイリッシュ海ではヨーロッパ赤ザエビやホワイティング、セトランド諸島ではアメデイツメリネスなど、その場所。 時期で利用できる獲物を無差別に捕食する。オスは4 9ンチメートルメスは7 3トル程度で生成熟する。メスは卵巣上皮細胞から幅6 0トル長さ1 0ルに達するゼラチン質の膜を生成し、卵を包み込む。このため繁殖期にはメスの体構はほとんどこの物質で埋め尽くされている。 生み出された卵海には100万個に上る明るい大々色の卵が含まれる。これは水を吸って膨張し、表面に開いた細かい穴から精子が取り込まれて受精する。陽性は浮遊性で腹びれが長く伸びる。最高で24歳の個体が報告されている。アイリッシュ海などいくつかの海域では漁業上重要である。鱗がないため歌手ルートではない。ありがとうございます。